レード開幕の時間でございます。イエーイ。お久しぶりでございます。お久しぶりです。ちょっと何週間か空いちゃったんですけど。そうね、ちょっと、ごめんなさい、全く何も言わずに勝手に休養に1週間しましたけども。急にね、はい、どうしたのかなみたいな。まあね、まあおらんとは思うけど、心配されてる方のために説明をすると、はい、特に何もないです。そうですね、はい、まあ強いて言うと、まあ当然ですけど我々全員ね、YouTube とは別でお仕事してるわけで、はい、まあちょっとね、主に編集をしてるのが、うん、ネッシー、まあ、このゲーム内で言うとレックスという名前なんですけども、はい、ネッシーが編集をしてるんですけども、まあ少々ちょっと立て込みまして、いろいろ仕事とね、うん、それの関係でちょっとどうしようか、ペース落ちちゃうよねって話をしていて、はい、でちょうどモンハンはでももともとやろうよっていう話をしてまして、うん、新しく発売するわけで ね、それでまあじゃあこれを機にちょっとゲームを中心にしてしばらく落ち着くまでは、はい、でまあゲーム中心だとちょっとまあ編集も、実写ほど、かからないということなので、うん、まあそんな感じでちょっとゲーム中心でやるか、でついでにちょっと2週間ほど休もうよっていう話になって休んだってだけの話ですね。そうですね、はい。でまあ今日は、モンスターハンターライズ、モンスターハンター3ブレイクですね、はい。我々もね、まあ、モンハンをずっとやってて、まあライズモの動画も何本か出してるんですけども、うん、ついにね念願の発売日ということで、そうだね、やっていきます。で我々はですね、集まっ、まあちょっと設備がねそこまで整ってないということで、うん、集まってから録画してってことになるので、うん、他のね配信者さんみたいに、うん、なんかリアルタイムで発売しましたらと同時に生配信とか、うん、速攻でね上げていくってことができないので、ね、まあのんびりと我々のペースでやっていくので、今からねまあ一応もうクエストは受けてるんですけども、うん、ネッシーのお手伝いということで、とりあえず最初はね、はい、じゃあ早速やっていきましょう、はい、あ、パレード開幕しますこのさあれよね、ローディング画面良くない、かっこよくない。そうだね、前和風やったよね、うん、ちょっと洋風に海賊の地図みたいな感じでさ、うんうんうん、めっちゃアニメとかにありそう。そうかっこいい、エンディングとかで流れそうだよね。あああるね、うん、両アニメやん結構え、これ何やったっけクエストが。青柱2頭の討伐です。2頭、はい、2です。青が2いるのね。青が2です。あ、これ左折の方がいいな。あ、いや別にいいや、直進の方でいいわ。ちょっとねこれネッシュ気づいてるのかな、うん、ライトボウガンがね、うん、弱体化したんですよ。ああね、みたいね。なんでちょっと前までさ、何やったっけあれは、マガイマガドのライトボウガンを使ってたんですけど、ちょっとね鉄鋼弾、あ、違う、がまずその威力が落ちるプラス多分ちょっと反動も大きくなってるのかな、なんか、あー、そういうなんかちょっと修正が入った。そうで残裂弾もなんかそのどうも、弱体化および反動が大きくなってると。ちょっとね一回使ってみたら結構前と違ったんで、ちょっと装備がこの G 級相当の装備が整うまではしばらくちょっと貫通弾でいこうかなって。あなんか、あ、やべ、死んだんじゃん。全然大丈夫じゃん。おぶれ、焦った。今何食らったの。あ、井口か。なんかダメージ食らってるって思った。あ、え、なんかすごい今ノーモーションで俺に飛びかかってこんかったこいつ今そんなことない。いや結構あれだな。いや今のダメージ数でかくない。いや結構これ違うわ、今そんな話してないね。こいつ今ノーモーションやったぞクイックモーション、少なくともスーパークイックやったで、ね、これ青柳のクイックぐらい早かったで、ね、今早かったの。なんかもうちょっとさ、ほら今から攻撃すんでみたいなのがあるやんか、うん、あるね、ためる感じ、ね、すごいスッときたで、なんか今マジか。うわ、なんか奥にいるんだけど、ワイの後ろやないか危な、来たぜ、これ怖いね。あ、今来た金座でかくね。でかいね、今来た産業でかい来たぞ、でけえな。乗らせていただきます。小さい方に乗ってる小さい方がでかい方に乗ってる、うん、おお、同族争いやん、すごいな。
なんかあれやな、あのサイズのやつに送流してる様のなんかシュールやな。ほら見て、なんかほら。ただ子供が肩車されてるみたいな。シュール、金太郎みたいになってる。おお、なんかもう何が何だかって感じ。めっちゃやるやん。ちょっと弱いじゃん。送流大好きおじさんや。操るね。総理おじさん。さあ、じゃあこっち来ないでいいけど。めっちゃ落とし物ある。まあ、誰もいなくなったんだけどな、もう。そして誰もいなくなった。どっち行こうかな。え、どっち戦ってたの？今、ちっちゃい下の方。下の方いた。下の方が小さくて戦ってた方。そう。一番かじゃあ。いけ。ここいいよね。戦いやすい、広くて。そうだね。いやここさ、まあちょっとモンハンやってた人やったらわかると思うけど、密林が今作で復活したじゃない。密林はないか、あの水没林がさ、うん、俺苦手で、あーマップでね、視界悪くないっていう。あ、そうね。ああ、いやでもさ、このグラフィックで復活した密林はちょっと感動じゃなかった。そうだね、懐かしいしな、若い頃思い出すよな。若かりし頃のあの頃。今でこそ家でやってる。弱ったで。捕まえようぜ。このクマ保護しようぜ。あそこか。このクマ保護して、このクマ保護してあげたい。保護してあげたい。ありがとうございます。そうだな。強いな。鮮やか。早い。あ、最小サイズだ。記録更新。うん。じゃあもしや、俺は後から来たのは通常ぐらいの。俺何もなかったから、特に言うほどでもなかったみたいな。あ、じゃあもっと。小さいのを買って、今誰か音爆弾投げなかった、あの閃光のやつ。あ、閃光か。さっきので相当暮らしてる。あ、 さっきあれか、小さい方に乗ったのか。あ、じゃあこいつにかなりダメージ入ってるわけか。やめて。大体金を刺激しています。最近俺 YouTube で結構筋肉が、あ、筋肉面白いよね。あのおすすめになんかパッと突然出てきて、ああ、なんかそう、こんなの見てる。そうよ、俺だってあれも筋トレ、あの始めたきっかけというか、初めてすぐの時は筋肉の動画見て、あ、勉強してた。勉強してた。どこ鍛えるといいとか、このトレーニングの時はどういうことを意識すればいいとか、そういうの勉強してた。だから筋肉は先生や。俺の筋肉は筋肉の筋肉と言っても過言ではない。筋肉多すぎてちょっと分からない。じゃあ俺のマッスルはきんに君のマッスルと言っても過言ではない。もういいです、どっちでも。 My muscle is アーノルドシュワルツネガーとしてかも、なんか面白いもん、ね、あーあれね、あれでもあれ特別な訓練してないと、あの人の名前は言えないねって、ちゃんとした発音で。あ、そうなんだ。へー、普通の人が言ったらあれ、あの心臓止まってまうねん。アーノルド氏は前でしか言われない。あ、そういうこと。最後まで言ったら体力が持たない、体が。そうだよね、いつもなんか息切らしてるもん。だからあんだけ筋トレしてる筋肉やからこそ言えんねん、最後までね。そういうことなんだね。プレゲアまで。なんかでもサイブレイク来たよね、筋肉もね。そうだね。いや、すごいさ、昔から俺ら見てたやん、うん、そうなんだよね。ずっと売れてるよな、そう考えると。売れてるというか、まあずっとテレビとか出てるよな。出てる。でも何がきっかけで最近また、それこそあの筋トレブームとかじゃないの。あ、弱ったやん。
決まったよ皆さん、このクマ保護したくね。さっき保護した。もう一頭保護して。どこ？どこ？僕のとこ。あ、来るんじゃない？タイミング最悪だったわ。あれ？こっちだよ。来た。終わった。はい、お疲れ。お疲れ。ああ、まあ10分割以内やね。そうね。やべ、なんか今操作ミスってさ、グッドってあるやんか、あれ普通通常設定やとさ、みんなで同時に送るやんか。俺なんか知らんけど、猪木省いてネッシーだけに送る。ああ二度とグッドしてやん。まさかの省いちゃう。そんなことある？どうやったやろ逆に今。なんでそうなったやろ今。猪木のアイコンだけ灰色になったよ。お疲れ様でしたから。死んだみたいやん。